こんにちは。こんにちは。内科 TV。 火災保険を使うときは進め方を教えていただけませんか？雪でガラスが割れちゃいましたよってなった場合は、まずは、保険会社さんの方に連絡してもらって、こう雪庇が落ちてき、雪の塊が落ちてきて、ガラス割れちゃったんだけれども、これは保険、火災保険適用されるんでしょうかっていうのを確認してもらって、保険会社さんの方で、それ聞きますよって、じゃあ写真と見積もりを送ってくださいってなるんですよ、大体。そしたら、まあ私ら成田工務店の方に連絡いただいてもいいですし、はい、そういう直すところに連絡してもらって、こうこうこういう状況で、保険を使う予定で見積もり欲しいんだけれどもということで話してもらえれば、話がスムーズに伝わるんで、言ってもらえれば、まず私は見に行きまして、お見積もりを、修理する時のお見積もりを出しますので、はい、それを、保険会社さんに写真と見積もり書を一緒に送ってあげれば、保険会社さんの方からこれは保険で聞くので、もう進めてもらって大丈夫ですよっていうふうに来ると思うんですよね。そしたら連絡いただいて、GO出たから修理してくれと言っていただければ直します。で、その後に、おそらくですね、お金が入るのはお客様自身の口座にお金が入ると思うので、お金をこちらにいただければ、まあ、それで終わりですね。あと保険会社さんによっては、工事後の写真を送ってくれっていう場合もあります。ありがとうございました。はい、ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time! 内科 TV!